トカゲのおっさん in 静岡ということで、今から静岡新幹線乗って行ってきます。僕今3匹トカゲ飼ってて、んでまた1匹ちょっと買い行こうかなみたいな感じで思ってます。で行った先にもう世界でも有名なスティーブ・サイクスさんがいるんで、その人からも直で買います。スティーブ・サイクスさんも、YouTube 出てくれたらいいんですけどね、ちょっと撮影交渉したいと思います。じゃあちょっと行ってきます。旅行会社なんですけども、日本旅行さんの赤い風船です。で、これが行きのチケットですね。名古屋でのぞみに乗って小倉から名古屋行って、でその後名古屋からこだまに乗って静岡に行く感じですね。新幹線の券って4枚なんですよね。でホテルのチケットがあって、でホテルで1泊して、で次の日に朝一からこのレプタイルズショー2019年10時からこれに行きます。でこれが帰りの新幹線のチケットですね。でこれがスティーブさんお子さんいらっしゃいます。アンドリュー君。はい、静岡着きました。静岡ってなんかさくらももこさん関係あるんですかね。登りがいっぱいありますけど。ということでちょっとホテルに先に行きたいと思います。はい、トカゲのおっさんです。今からトカゲの会場に行きたいと思います。静岡ツインメッセっていうところであります。でちょっと静岡駅から30分ぐらいかかるんで、ちょっとまた汗かいちゃうんでちょっとバスで行きます。はい、じゃあ行ってきます。はい、トカゲのおっさんです。着きました。これがレプタイルズショーです。で、スティーブさんなんですけども、ここら辺にいらっしゃいます。で、スティーブさん子供いらっしゃるんで、今なんとここにいるんですけど、お子さんにちょっと駄菓子をあげます。世界に日本の駄菓子を世界に発信するいいチャンスなんで渡したいと思います。食べようやん。うまい棒なんか食べてます。食べてくれてます。言ったんでしょうか。じゃあちょっと行ってきます。Oh, Steve, YouTube okay? YouTube okay. Oh, okay. Okay. Where are you from? Japanese. Japan. Okay. I have a present today. Present today. Present today. Maybe. Oh, present. Okay. Okay. Great. Arigatou gozaimasu. Thank you. What's that? Present. It's a hug. Cool. Cool. Yeah. I don't think I have that is. Mario. Is that his? Super Mario. Okay. Mario. Yeah, yeah. Do you have a? Is that Okasan location, am I? Is that? Yes. Yeah. Pre-order. Yeah. Tagus no Enigma. Hardwick. Hardwick. Yeah. Daddy. Yummy. 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 Yeah. Auntie, that's trash. I know. Oh. Aniyama. Wow. Yeah. Very big. Big size. Yeah. Very big. Yes, bag. Yes. Not a happy. Okay. Thank you. Yes. Arigatou gozaimasu. Thank you very much. Nice to meet you. Nice to meet you. はい、無事にゲットできました。でかい。はい、じゃあちょっとまだ時間あるんでいろいろ見ていきたいと思います。レコメンデーション。レコメンデーション。はいはいはい。Yes. For you to buy? Yes. Eric, he said recommendation, but I'm not sure what to recommend. Okay, Costa. おすすめありますか？値段は？値段はその子次第です。まあ。証文とゲモルキレパ？ Yes, yes. レパ？私。一番美人、一番綺麗、高いよ。これマンドリンブラッド。これマンドリンブラッド。ミスキーツ。レッドアイズ、レッドアイズ。これ、これ。僕のレパーいっぱいよ。スティーブとこれ多分、で体がまず色っぽい。ワンスネークアイ。ワンソリ。レッドアイ。ホワイトカラーの人います。一番一応女のレオパからは赤い。ワイパイ。レモンを購入されるお客様にはすべての連絡先の10万か。僕はレパー目が赤い少しもあるので。絶対。なので、絶対。絶対ちょっと怖い。ステルフ。ちょっと高い。ワイパー。すごいよ。愛はすごいめっちゃ赤いよ。ああ、いえ。これずっと白いですか？大人になっても。そう、アロートはずっと白い。ノーチェンジ。黄色入ってないよ。黄色入ってない。スノーディアブロ、スティーブストーン、スノーディアブロ、黄色入ってない。今のところ全くでも普通ホワイトナイト、普通ディアブロはちょっと黄色。ああ、いいな。どうしようかな。高えな。65,000円か。で、スティーブのレパピックアップ、僕のレパいいよ、20% オフ大丈夫よ。もう一個、スティーブ。How much? 10万。Oh no, oh no. 僕のレパ、いいよ。Yes. Be white. 見て。パタナス。ポスブル。すごいポスブル。ちっちゃいの何ピンクスポット。イニグマ。どうぞ。今ビデオ。はい、どうぞ。YouTube OK? ああ、問題ないよ。問題ない。ディスカウント。OK。問題ない。ディスカウントしたら買います。OK。今65,000円。一番いい。いくら？5万？ No。 OK。 じゃんけん。おー、イエーイ。ちょっと待ってね、じゃんけん。ウィナー55,000円。1万の。イエーイ。 OK。 最初はグー、じゃんけんポン。イエーイ。 OK。 55,000円。 OK。 OK。 Thank you。 タイトルアーロンさんから買いました。スーパースノーホワイト&イエローベルエクリプスエニグマかっこスーパーステルスです。なんかもうずっと白いらしいです。でこの目ナルビアイです。はい、いろいろ無事に終わりました。はあ、なんかアーロンさんはなんか神奈川県にお店があるみたいで、ちょっと日本語できましたね、普通に。はい。でスティーブさんはちょっと英語しかできないですけど、でもなんかこう優しい方でこう聞いてくれる、ちゃんと日本話をちゃんと聞いてくれる人なんで優しいです。で子供たちはおらん。子供たちにね駄菓子を渡せたんで、これで日本の駄菓子が世界に行くんじゃないでしょうか。おったおった、アンドリュー君。子供たちちょっとここにゲーム置いたままですけど大丈夫なんですかね、これは。うまい棒もあったりします。はい、ちなみにジャパンレプタイルズショーの印象なんですけど、やっぱり人が多いですね。もう開店前から、開店でも3分前ぐらいから開けてくれて、はい、すごい人ですね。やっぱ何人おるんやろ。ちなみに明日はここに壇蜜さんが来るらしいですよ。はい、壇蜜さんといえば東方ホームは僕の家です。はい、こんな感じで。じゃあちょっともう何も買わないんで、ちょっと帰ろうかなって思ってます。すごい人多いですね。爬虫類系 YouTuber のワニさんっていう方がいるんですけども、その人にちょっと会いまして、名刺渡してきました。はい、花柄のおじさんはいなかったですね。花柄のおじさんの動画に僕半年前出ました。こんな感じでちょっともう今から帰ります。もう何も買わないんで、見たら買っちゃうんで帰ります。はい、トカゲのおっさんです。帰ってきました。はい、今トカゲさんたちはここの部屋の中で休んでます。トカゲを買ってきてすぐはやっぱ慣れて、旅の疲れがあるんで2日間ぐらいもう入れて、もう何もしないで放っておいてあげるっていうのが一番いいみたいですね。でもご飯も食べてくれたんで、はい、大丈夫なんじゃないかなと思う。ってます。日本に慣れてくれたのかな。はい。スティーブさんなんですけど、もう無事に帰ったみたいです。なんか1月にもまた来るよみたいなことが書いてます。この JRS っていうのはだいたい年に2回あって、8月と1月ですね、あってます。はい、ねえ、いろんな爬虫類に会えるんで、よかったら皆さんも行ってみてはいかがでしょうか。はい、見てるだけで面白いと思いますよ。旅行代金ちょっと言ってなくて、34,800円でした僕の場合で。福岡からねそのぐらいで行けるんで、でホテル代も込みでそんぐらいなんで、すごいまあね、僕はスティーブさんのレオパが好きなんで、そのためにねアメリカに行くよりは全然安いんで全然行きますけどね。はい。まあでも静岡いっぱいお茶とかね、美味しいご飯とか、海鮮丼の美味しいお店とかあるんで、そんなんも行ったりしても全然、富士山とかも近いし、うん、皆さんも行ってみてはいかがでしょうか。スティーブさんのレオパが送料無料で買えます。じゃあということで今回の動画は終わりたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。